どうも皆さん、お疲れ様です。毎日ライブ配信や動画などなどご視聴ありがとうございます。今回はちょっぴり久しぶりのマリオカート8デラックス 200cc 限定で合計4レース走っていきますから、よかったらね、初見さんも他のマリオカートの実況者の方とだいぶ流れとかが違ってくると思いますので、ぜひ 200cc の爽快感を最後まで味わってください。よろしくお願いします。まあ、自分もその分めちゃくちゃうまいプレー見せるから。というわけで、記念すべき1レース目はキノコ3つで、もうこんだけ1位まで上がれるというね、もう 200cc 神ゲーっすよ。というわけで、チーズランドの 200cc が、まあ、初手当たってくれましたので、愛用カスタムからね、初コメントでいただいたリムちゃんのリクエストでお迎えしましょうか。初コメ、私の愛車のキノピオちゃんで、カートは空豆で、ローラータイヤ、そして紙のサンダー、初と構えでよかったね。これもう下手したらさ、空洞真下を突っ切って落下してた可能性もあるからね。で、紙飛行機のこの組み合わせでね、リムちゃん式のカスタムで1レース目デビューしたいなと思います。いや、2周目のサンダーとかもすごかったんですけども、3周目の終盤が特に情報量が多くて、これクラクションが出て、で、赤をね、奇跡的にまあ同時に2つ消しつつ、さあグライダーショートカット前にトゲゾウとサンダーで軽減して、まあ落下を免れたというね、まあ、そんなプレーを見せて、次リボンロードを繋いでいきたいと思います。2レース目は本当にすごかったから見て。結果が出ました。それじゃあ一旦 YouTube の広告入ります。突然ですが、皆さんの地域では大きな揺れはありましたか？昨日、いや昨夜3月20日時間帯まで覚えてます。6時じゃなくて18時9分頃に東北沖の方で意外と大きな地震がありまして、宮城の方では津波注意報がね、発令されるほど結構大きな地震がね、発生したというわけで、僕の住んでいる地域、埼玉県の、まあ、東京寄りと言っていいでしょうか、特定されそうで怖いんですけども、まあ、そこの方でですね、料理をね、ちょうどしてまして、いろいろ、なんだろう、ほうれん草のおひたしとか、あとなんだろうゆで卵とか、まあそういう庶民的な料理をたくさん作っていて、もちろんその時ガスコンロもまあ普段使用してましたから、泡ふためきましたよ。すごいびっくりしちゃって、急いで元栓を切って、でその後ね、もう避難訓練の教訓を思い出しましたよ。あー、サンダー来た。これね、ちょうど近くにダッシュマンありまして、次2段目のね、積み木ニスクもここも決めていきましょう。いいね。今回はね、マッキーちゃんとコッシーさんからね、まあ、3の倍数でアホになる縛り、もう一つが前クラクションか、これトゲくる前にまあバコンと消していきましょうか。よし、ここでクラ使わせたの大きいね。で、3の倍数でね、アホになる縛りをやりたかったんですが、現状2位だから、まあちょっとそれは不可能なのかなと思います。で、もう一方マッキーさんからね、まあ最弱のマシン全てを使って、危ねえ、よし残った、いけ、危ねえ、よし残った、いけ、ちょっとまたギリギリ乗って、さあこれイン攻めとの勝負だな。さあスーパー解放というか、2位の方どっか行っちゃった。結果が出ました。それでは第4レース目は、今回のパート砂漠系統のコース2つ目になります。カラカラ砂漠の 200cc で遊んでいきたいと思います。今回こそね、まあ、最弱カスタムの説明とともに、まあ、3の倍数で、ね、しっかりアホになりたいなと思います。なんだっけ、リボンロードの時にさ、こう結構経験になったんだよね。もう自信があったおかげっていうと不謹慎かもしれないけど、もうその直後ね、防災グッズをいろいろ揃えたりだとか、アホ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 いて、アホ、よし防災グッズを、アホアホ、よしをこうネットとか取り揃えたりだとか、実際に店頭に行って、まあ保存食、非常食かをいろいろ買い揃えてね、まあその貯蔵庫に置いておりますけど、アホ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 、置いてあアホアホ、置いてありますけども、
まあ、皆さんもね本当に地震があんま滅多に来ない地域もあるかもしれないんですが、やっぱり備えあれば憂いなしということで、ぜひねもういざっていう時に南海トラフも来るっていう予想もされていますし、ちょっとしいやアホアホアホよしお前イカガール抜くんアホアホアよしあー実況が全くできないのと超走りにくいな。いやリボンの時に小豚のウィンディちゃんと今使っているカスタム詳しく説明すると、これもキラ使ってカーブ地帯全部くぐり抜けてほしいな。バウザートライクでワイルド、あーサンダー来てほしい。これ左行かないでほしい。なんで左行っちゃったんだろう。もう難しすぎるな。だから今回キャラクターも結構最弱重視でやっております。じゃここで加速来い。よしナイス。さあここスター使ってサンダー回したいけど、うわー残念な10位もうダメだ。結果が出ましたけど難しい。今回の動画は後半地震の話題でしたが、ラストはねキリンさんから1位の時しか後ろ振り向いちゃいけませんというコメントをいただいたので、まあ2位以下はですね一切バックミラー禁止でございます。だから1位の時にだけ使える特権ですね。よろしくお願いします。さあ5レース目はワリオコロザンのワリオスタジアムの 200cc ということで、1位に出たんでこの時の場合に限って、さあこの赤コーラはね壁で消すと、こういうね高得テクニックを見せてよろしくお願いします。いやロイ・ソラマメのスカイローラー紙飛行機だっけ、なんだっけスーパーカイトだっけ、ね、あフラワーカイトだね。今回ちょっとおしゃれにねカスタムを組んでみたんでよろしくお願いします。いや48コース走ることができるんですけども、やっぱり一番走力が裏目に出るワリオスタジアムなんでバックミラー使うシーンが今のところなくないですか。例えば赤コーラが来そうだなっていう時に見たり、あと後ろおお飛びすぎだ。今ねダッシュ板のところ着地できないと結構ラインが乱れちゃうんですけど、2位以降がすごい差ができてますよこれは。サムネにするかもしれない、もしくはリボンロードのさ3周目のグライダーギリギリ落ちなかった、いやすごかったよみたいなタイトルサムネにするか、まあ、どちらかの2択になるんですけども、サンダー来ました。うんやっぱり1位の時でバックミラーって、あ2発目嘘やろ。これちょっとリンク近づいてない。早く復帰してほしいな。滑舌がうまく回らなかったトゲゾウ、うんおそらく1位まで間に合わないでしょう。さあ祝福のボムヘで乾杯。ありがとうございました。もう謎の深夜のテンションでね今回は動画を撮ってみましたが、最後までねご視聴ありがとうございました。リッキリンさんリクエスト楽しかったです。全く1位でバックミラー活用しなかったですけども、もし 200cc おこの人うまいなとかなんか爽快感ありましたと少しでも感じ取れたら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。まあ、その逆に俺の方がうまいしお前下手だなと思ったら低評価で、ぜひぜひ歓迎なんでよろしく。バイバイ。